お疲れ様です。 S 分けメイクアップのさやかです。今回は最近の毎日メイクをやっていきたいなと思います。本当に最近こればっかり使ってるなっていうアイテムが、ね、あるので、そちらを使ってメイクしていきたいなと思うんですけど、割とこう血色感も良くて、こうピンクをベースにした感じのピンクブラウン系のメイクになってるので、まあ、そんな感じのカラーが好きだよとか、かっこよさはなんかそんなに損なわない感じのメイクなので、かっこいいけどちょっと血色感のあるメイクっていうところで楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。それではメイクを落とした状態からやっていきたいなと思います。それではすっぴんの状態からスタートしていきます。はい、まずこちらアンブリオリスというフランスの皮膚科医の先生がアンブリオリスモイスチャークリームを作ったのが始まりというメーカーで、もう皮膚科医から薬剤師からメイクアップアーティストにまでこう選ばれるような、お肌に安心して使えてメイクのりもよくしてくれるような感じの万能クリームをつけていきます。このブルーのカラーのタイプが普通肌から乾燥肌用ということで、まあ、一番ベーシックに使われていることの多いクリームになってます。私はこの赤いロゴのタイプを今ナイトクリーム的な感じでスキンケアの一番最後につけて、お肌の具合を様子を見ている状態でございます。下地としても使えますよっていうスキンケアクリームみたいな感じなので、今回はスキンケアの後の状態からこれで肌を整えて、日焼け止め入りの下地を加えてお肌を仕上げていきたいなと思います。なんといってもね、花粉でちょっと乾燥しすぎているので、ちょっと今日は保湿保湿保湿でいきたいと思っております。そして MAC のプレッププライムフェイスプロテクトですね。 SPF50 の日焼け止めが入っている乳液のような保湿下地になっているんですが、先ほどのアンブリオリスと比べると密着感が高まるような感じのアイテムですね。アンブリオリスは肌がこう柔らかくなって、表面はねこうなんか滑りがいい感じの状態になるイメージなので、ピタッとファンデーションを密着させるためにこちらをつけていきます。今回はしっかりと水分が肌に残ってほしいくらいものすごい乾燥しているお肌になりますので、ブラシもしっかり水分が残りやすい、もう平たい四角いブラシを使っていきます。今回のファンデーションはもう保湿といったらというか、もう私といったらこのファンデーションだよねというリブートアクティブケアインファンデーションを使っていきます。スキンケアファンデーションなんですけど、程よいナチュラルなカバー力があって、みずみずしい肌の仕上がりにしてくれるファンデーション、そしてなんといっても夜メイクを落とした時になんか肌の疲れてる感っていうのがこのファンデーションだともう全然違うんですよ。お肌をいたわりながら使えるようなファンデーションになってます。コンシーラーはメイクアップフォーエバーのウルトラ HD コンシーラーですね。もう保湿力一番高いコンシーラーといえばこのウルトラ HD コンシーラーでございます。ただね、色がね4色展開しかないのと、全部肌色系統のアイテムなので、赤みとか軽くカバーを重ねたいくらいの方で乾燥が気になる方だったらね、これすごくいいかなと思うんですけど、クマとかね青みが強くてピンクが強いコンシーラーが欲しい、オレンジが強いコンシーラーが欲しいと思った時に、ちょっとこう色補正してくれるようなピンクみが強い感じとかオレンジみが強い感じの保湿力の高いコンシーラーが欲しいと思ったら、プリズムリーブルスキンケアリングコンシーラーっていうジバンシーさんのコンシーラーが良いかなと思いますので、気になる方はね先日上げた動画をチェックしていただけると嬉しいなと思います。もう乾燥毛穴もつるんと綺麗になるし、目周りのハリ感もしっかりキープしてくれて、なんといってもシワシワにならないんでございますね。ピーンと張った美しい肌に仕上げてくれるようなジェルコンシーラーでございます。それではね、アイメイクに入っていきます。今日乾燥がひどいのでフェイスパウダーは後回しです。アクアレジストスモーキーシャドウのアースという赤茶のパール入りのアイシャドウですね。これはウォータープルーフで二重に溜まったりしにくいのと、にじんだりしにくいスティックのアイシャドウになってます。もうこれをベースとしてもうまぶた全体にベツァーっと塗っちゃうんですね。色しっかり出したいのに触りすぎちゃうとものすごい色薄くなっちゃうので、もうぼかしたいところだけブラシで触るようにしていただいて、二重の幅とか目の際にちょっとつけすぎちゃったなと思ったら、ちょっとブラシでなでてあげるくらいでいいかなと個人的には思ってます。私の大好きなマイキッドコーの 0.3 番ブラシ、マイフラッフィーコンシーラーブラシというクリーム系のアイテムを伸ばすのに最適なブレンディング型のもう最強にテクニックのいらないブラシを使って輪郭をぼかしていきます。
さあ今回のメインアイシャドウはこちら、ディオールのサンククルールクチュールの429番トワルデュジュイというカラーを使っていきます。絶妙なピンクブラウン系のアイシャドウパレットになってます。全体的に見るとすごいソフトな、ね、カラーだなっていうのがわかると思うんですけど、明るい白っぽくなってしまうんではないかなという色味が、最初に赤茶のアクアレジストスモーキーシャドウのアースを使っていることで、白っぽくなりやすいカラーが白浮きしにくい感じで発色してくれるので、アースを土台につけておくことで今回このトワルズジュイが可愛い系ではなくてかっこいい系で使えるような組み合わせになるというねイメージでございます。そしてお次にこちらのピーチピンク系のカラーですね。甘すぎず派手すぎない感じで使いやすいです。ディオールのサンククルールの粉質っていうのはサラサラ柔らかく発色するような質感っていうのがパール系には多いので、ちょっと腫れぼったくなるの怖いなと思ってる方でも使いやすいピンク系のカラーかなと思います。こちらを中間色として目尻の上下と、私はお顔を内側の方に、ね、寄せたいなと思ってメイクをしてるので目頭側にも乗せていきます。そしてお次にこちらのピンクブラウン系の締め色を使っていきます。サンククルールのマットなカラーはね結構ガツッと色が出たりするんですが、このピンクブラウンは他のサンククルールに入ってるような締め色と違って柔らかめな感じの茶色になってるので、そこまでね強い顔の印象になるっていうことはないカラーですね。今日みたいな私の濃いめのメイクではなくて、ナチュラルな感じのメイクに使う時にも安心して使えるくらいのクリーミーな焦げ茶のカラーになっております。最後に真ん中のこのベージュのカラーをアイシャドウ全体のぼかし色として使っていきます。肌色とアイシャドウが馴染みが良くなるように輪郭の部分をこちらでなでなでしていくような感じですね。何にもついてないブラシでなでてもぼけたりはするんですけど、このアイシャドウをつけることでより高度なブレンディング技術を施したかのような柔らかい感じのグラデーションができるので、こういうスモーキーアイな濃いめのメイクをした場合はこういうぼかしの使い方もありかなと思います。ナチュラルなメイクの場合は普通にこれ中間色として使ったり、まぶた全体につけるみたいな感じで使ってもいいカラーなので、今回の使い方以外でもねぜひ取り入れてみていただけると、苦難すぎてね毎日手に取ってしまうようなカラーなんではないかなと思います。涙袋のツヤツヤをちょっとパワーアップさせたいので、 MAC のビームタイムというキラキラが程よく混ざった濡れたようなツヤ感の出るリキッドアイシャドウをピンポイントで重ねていきます。先ほどのサンククルールでも十分涙袋感出てるんじゃないって思われると思うんですけど、今ねライトを当てて撮影してるから結構パーンとなっている感じで、割とさっきの状態だと外に出た時に結構ナチュラルめな感じになっちゃうんですね。私はパーンと爆発する涙袋をね出してほしいなと思っているタイプなので、ピンポイントでこういうリキッドのアイシャドウを使っていくように毎日しております。さあではアイライナーですね。最近お客様に教えていただいたルミアグラスというメーカーの黒色を使っていきます。スキルレスアイライナーという名前で、もうその名の通りマジで簡単なんですね。皮膚が柔らかくてアイラインがガタガタしてしまう方っていうのがねいらっしゃるんですけど、原因がこの筆先が滑りが悪いからとかね、あとは柔らかすぎちゃったりとかっていうのが原因だったりするんです。で私のお気に入りの落ちにくいアイライナーだとメイクアップウェバーのアクアレジストシリーズのアイライナーがあるんですけど、その筆先でも描きにくいよっていう、もう本当にテクニックいらずに仕上げていけるようなアイテムを、まあ、探してるお客様っていうのが一定数いたので探していたところ見つけたアイライナーですね。プチプラくらいの価格帯で買えるアイライナーとしては落ちにくくて描きやすい最強のアイライナーではないかなと思います。色も豊富なのでぜひホームページチェックしてみてください。それでは下まつげにだけマスカラ下地をつけていきます。私はねつけまつげをしてしまうので、下まつげにだけちょっとこうボリューム感がしっかりと出つつ、クレンジングの時には大変にならないこちらの MAC のフォルスラッシュマキシマイザーをね使って長さが出しやすくなるようにしております。マスカラ下地が乾くのを待ちながらノーズシャドウをつけていきます。ノーズシャドウは赤みも黄みもない感じの MAC のスモールアイシャドウオメガを使っていきます。結構ね肌が白くなってきてしまったので、こういう赤みも黄みもない系統のカラーがもう自然な影として溶け込んでくれるような感じになりやすい状態ですね。ブラシはメイクアップフォーエバーの140番ブラシという柔らかくてちょっと大ぶりのブラシを使うことで、固まって一箇所に入ってしまったりとかしないようにふんわりと自然に仕上げていくような感じでノーズシャドウを入れていきます。
つけまつげは私のお気に入り MAC の76番のスーパーモデルラッシュを使っていきます。根元がね細くてつけやすいのと、ちょっとボリューミーな松江クをつけているよみたいな感じに見えるつけまつげになってるので、もう本当にずっとこればっか使ってます。今回眉パウダーにはモノクルールクチュールの434番グレージュというカラーを使っていきます。これでアイメイク仕上げてもね可愛いようなベージュピンク系のカラーなんですけど、 MAC で言ったらパウダーキスアイシャドウみたいなスケスケした軽めな発色になっているアイシャドウになります。ちょっとこう暖色系の眉なので、アイメイクと比較しても統一感が出るような感じで柔らかいピンクメイクにね仕上がっていってるのがわかるかなと思います。眉ペンシルはもう最強に落ちにくいシリーズのアクアレジストブローディファイナーというね細い方のペンシルを使っていきます。この20番がね絶妙ですね。幅広くいろんな方が使いやすい色って言ったらね、この20番がやっぱり無難なカラーになるかなと思うんですが、ほどほどに色が出てねちゃんと描いてる感出るんですけど、濃すぎない感じで使いやすいねペンシルになってます。乾くまでは柔らかくてぼかしたりとかしやすいんですけど、乾くともめっちゃ落ちにくいっていうシリーズなので、本当に美容室に行ってもね眉尻が消えてしまったりしないような感じの最強シリーズになっております。眉マスカラは今回柔らかい雰囲気でね仕上げていきたいなと思いましたので、デジャブのフィルム眉マスカラのナチュラルブラウンを使って仕上げていきます。チップが小さいので細かく動かしやすい分ダマになったりしにくいというねテクニックいらずな眉マスカラになってます。すごくね顔色もよく見える優しいカラーですよね。マスカラ下地が乾いたので下まつげにマスカラをつけていきます。下まつげはお湯で落ちるタイプのエクステンティッドプレギガブラックラッシュですね。チップが細いので塗りやすいのと、細く長いまつげを仕上げることができるマスカラになってます。ウォータープルーフとかではないので、私生活ではね程よく落ちにくくしながら使えるお湯で落ちるタイプのマスカラという感じですね。さてさてこの辺でねフェイスパウダーを振っていきたいと思います。 HD スキンツイストライトの2番のミディアムというカラーですね。もうねこれはもう肌がすごいツルッとして見えるので大好きなパウダーなんですけれども、これをお肌の表面にふわふわふわーとね軽く振っていきます。サラッサラにするくらいはねつけずにふんわりつけておくことで自然なツヤ感が出るのと、まあちょっとね乾燥しやすい肌っていうのもあるので、こうチークとかシェーディングとかハイライトがこの後ちゃんと密着するようにサラサラにしすぎないようにつけておくという感じで、こちらのツヤツヤパウダーをのせておきます。今回のチークはもうツヤツヤチーク、 MAC のミネラライズブラッシュのニューロマンスというカラーですね。このミネラライズブラッシュのシリーズがツヤツヤっていうわけではなくて、マットもあるし自然なツヤもあるし、こういう濡れたようなツヤもあるしっていう感じの中の濡れたようなツヤチークなので、このニューロマンスがねものすっごいツヤツヤになります。なので今日はハイライトなしでこちらとフェイスパウダーのツヤ感でねメイクのツヤ感を楽しむような仕上がりにしていきたいと思います。ブラシは世界一簡単にチークをつけられるというね私が最強に一番愛用しているメイクアップフォーエバーの122番ブラシでございます。どんどんってスタンプを押すようにして馴染んできたらくるくるってして終わり。もうそれだけで簡単にボケます。スケスケした感じの発色なのでもうじゅわっと溶け込むようなね柔らかいピンク感が出ますよね。そして今回のリップはスケスケツヤツヤ桜ピンクサンクスイッツマックという変な名前のリップをつけていきます。もうねめちゃくちゃこれがね大好きなんですよね。透けるような軽い発色で、最近は花粉症の薬が効いてきてマスク結構外してるので、もうこのツヤ感が絶妙です。なんか作り込みすぎてる感もないし、自然な唇の色やでっていう感じにもなるし、こびてない感じの色みたいなピンク、すっごい可愛い大好き。肌がね白くなってきましたので、赤みも黄みもない感じのトゥークールフォースクールのアートクラスバイロダンモダンというカラーを使って仕上げていきます。ちょっと大きいねこのフィリフィリのブラシでつけるとポンポンするだけでちょっとこうボケていくような感じで持っていくので、最近はちょっと大きめのブラシでざっくりボンボボーンっていくのにハマっております。今日はピンクメイクなのでねこちらを使ったんですけど、毎日メイクでよく使うシェーディングとしてはこちらのカラーとメイクアップフォーエバーのアーティストフェイスカラーの S112 番っていうカラーが同じくらいの頻度で使っているカラーになっております。
はい、というわけでこんな感じでツヤツヤな春の毎日メイクが完成です。はい、というわけでメイクが完成いたしました。もうめっちゃツヤツヤなんですけど、まあ、ライトを当てて撮影しているというのをねちょっと加味してほしくて、これ外出たらまあほんと素肌っぽいツヤ感程度です。今ピッカピカに見えると思うんですけど、ちょっとライトが当たってるせいで結構華やかめなツヤが出てます。でもこう割とちょっとしっとりあるかなくらいだけど、これはね大体30分くらいしたら落ち着いてこう乾いてくる感じになるので、やっぱり夕方とかにカピカピしてきたりなんかこうシワがねやっぱ出てくるんですよ。こう花粉の乾燥とか、こう乾燥でファンデじゃなくても肌自体がなんかひび割れちゃってる感が出るみたいな感じで、ファンデーション自体が汚く見えちゃうみたいなことがあったりするんで、そうならないための土台がこんな感じっていう感じです。はい、というわけでね、最近の毎日メイクということで楽しんでいただけたら、ぜひ高評価を押していただけたらね、他の方のおすすめにも出てきやすくなりますので、よかったら高評価忘れずに押していってください。そして自分のメイクが瞑想中だったり、メイクの相談がしたいなっていう場合は、オンラインレッスンや対面のメイクレッスンでご相談を受け付けておりますので、気になる方は概要欄に貼ってあるホームページのリンクから詳細をチェックしてみてください。それではまた次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。